師としてライブについて歩いて全国あの のれん分けシンガーのプロジェクトのことを話したり、アキラサロンといって、フェイスブックで、アキラさんのことが大好きでアキラさんの生態をなんかご機嫌なね、すごい魂を喜ばせる暮らしというテーマで、めちゃめちゃご機嫌な暮らしをしてらっしゃるんですね、この方っていう。そうなんです。そうなんです。もう衣食住すべてね、楽しみながら徹底的にどんな状況であろうと楽しむっていうのを徹底してきて。そうなんです。で、旅人でもあり、アーティストでもあり、作家でもあり、はいはいはい、で、こんな風にのれん分けシンガーのね、親玉の親分みたいなのでもあり、はい、で、かつ、がんサバイバーで、がんを乗り越えた経験もされてるので、うん、いろんなジャンルの方がとても興味を持ってる、うん、面白い、はいはい、21世紀最大の珍獣って言われてるような方なので、本当にね、面白いので、アキラさんのその、あとこの絵もね、はい、アキラさんの絵が描いてるんですけど、それを、書いてるところライブ配信で見れるっていうのもそのサロンの、ね、特徴です。なのでこれはほとんどの、ね、絵がねサロンのメンバーだけが先に見ちゃうから全部売れちゃうんだよ。もうブログで発表した段階ではコアな方がね大体 でそれがやっぱりサロンのすごいところだよね。そうなんです。なので、毎月3300円で、月に4本以上のライブ配信が見れて、たまにこの不定期掲載でこういう書いてる時のライブ配信を見れるという。で、たまにこう企画で、アキラさんとランチを食べるよとか、なんかそんな企画があります。またね、うん、スリランカに毎年3ヶ月行ってるんですけど、今年コロナなので、今年ね、どうなるかわかんないからね。まあ、そうなったらその時にまた海外から配信していただこうという予定なので、もし関心のある方は。去年までは半年間はずっと外国で暮らしてるんで、そのペースなんで、まあ、150カ国ぐらいいろいろ旅してきたんですけど、でその行った先々でね、これからはもし行けるようになったらそこからレポートになるかなって感じ。ぜひぜひ、うん、なかなかね旅に行けない方とか、アキラさんの元に集う方ってまあ、さとちゃんもその一人ですけど、勇者といって車椅子の方もいれば、目が見えない方も、目の見えづらい方も、耳聞こえない方も一緒に楽しめるライブなので、いろんな方がその場に集う、サロンとなってまして、その管理人もさせていただいているので、うん、Facebook 佐藤須貝美香という名前でもしつながっていただければ情報がいろいろ流れてくると思います、ね。仲間ができるっていうのが ね、 そうですね、最大の特徴だね。そうです。面白いことに、うん、アキララブにアキラさんの歌を聴きに来るだけではなく、うん、友達に再会しに来るという楽しみがあるので、うんうんうん、全国にこの人知ってるみたいな、そう、ただで泊まれる宿が見つかるみたいな、そうそういう手もありますが、そう、ここの、ここで働いてる、しくこちゃんと愛称しくこちゃん、よしこさんがもうサロンに入って、まだライブに来たことがないですね。ライブ初めてか、うん、今日初めてですけど、そういう方も 絵に最初に関心を持って入る方もいらっしゃいますね。はい、ちなみにこれ6歳の子供が買った絵ですよ。岐阜から運んできてくださいましたね。そう、お小遣いお年玉貯めて買ってくれた。すごいね。そうなんです。今コロナ価格で15万円で20シリーズがあって、うん、あと2作品だけ残ってますかね。そうだね、はいはい、毎回完売なんでね、まあ、ウェブでアキラマニアかアキラを検索してください。ブログを見ると本当にたくさんのいろんな絵があるので、ぜひぜひ絵も見てほしいな。歌も2000曲ぐらい無料で聴けるし、あ、そうですね、 YouTube で無料で聴けます、うん、アート作品も1000枚ぐらいは見られるんじゃないかな。なるほど、はい、画集も出る予定なんですね。画集も去年アメリカヨーロッパ時代の画集がちょっと見せて、これ、はい、これでまた新しく今描いてるシリーズも画集が出ます。それが来年出ます。これは、1982年から92年までアメリカ5年、ヨーロッパ5年に住んでる時に描いてた。ものすごいディープな作品集なので、これ衝撃を受けると思います。見た方は。絵画がね、好きな方にもあれなんですけど、20代の頃から描いてる作品で、そう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 、今、御年61歳なので、40年前の作品なんですけど、なんですか、人生の中で、人って変わるじゃないですか。こんなに変わる人おるのっていうくらい。そうですね、なんか毒みたいな作品が、はいはい、これが生まれて初めて描いた絵ですごい。あとはいろんなこうドアを剥がしてか拾ってきて、ニューヨーク時代ね、これね、面白い。あとはね、こうテレビの中にブラウン管割ってお人形で物語を作ったり、
これは実際のゴキブリを貼り付けて、金のスプレーで金色にして塗ったやつで。これニューヨークででも、ニューヨークで売れた、人気だったんですよね、うん。現代アーティストの中ではかなり人気。そんな感じでね、まあちょっと奇想天外な、これなんかトイレットシートの反対側ですよ。それを額にしてる、わかる？トイレットシート？トイレの便座が逆に、ね、これが額にしてある。なるほど。そう。だからね、これを見ると、なんか本当に発想が、自由になる。歌も作品も人のこう思い込みをぶっ壊す役目をされてるアーティストの方だなと思っているんですけど、今日私2曲歌わせていただくんですが、1曲目はアキラさんが作詞作曲した、千年の首輝きという曲を今から歌わせていただくんですが、首輝きっていうのは昔畑をするときにトラクターとかなかったので牛とか馬が引いてもらって耕してて、でその時の首に木をこう渡して首輝きっていうものを使ってたらしいんですが、つまりこう自由を束縛するものの象徴として首輝きっていう言葉があるんですけど、千年続くその自由を束縛するものっていう意味のタイトルです。そんな、まあ親のしつけ教育だったりとか、もしくはそのなんていうの、まあ遺伝子、親とかおばあちゃんおじいちゃんから受け継いだ遺伝子で、無意識で自分の中で癖でやってしまうこととか、そのついネガティブに考えてしまう癖とか、そういう、まあカルマともインドでは言いますね、そういう自分が無意識のうちに引きずってきてしまった負の遺産のことを、まあ千年の首輝きという歌で表現しました。ミカはこの中に入らないの？こっちから見た方が見えやすいのかなと思って、うん、で私も親子3代、祖母、母、私というふうに引き継がれた首輝きがあるなと思っていて、それは生理を言えなかったというのが、母も私も親に言えなかったんですね。で母は男兄弟3人で、で女で1つで育てられていて、お母さんが仕事にいつも出てて、生理そのものを教えてもらえなかったそうなんです。で血が出てきた時病気だと思って寝ていて、で教えてもらえず、でしかも忙しいから、昔はね綿花を使っていたらしいんですけど、それも用意してもらえなくて、言ったけど用意してもらえなくて、もう古布を破って使って、とても惨めな思いをしたというふうに後で聞いたんですけど、で私は私でおばあちゃん子だったんですね、祖母の。まあ、お母さんのお母さんなんですけど、でお母さんに育てられ、でうちの祖母とお母さんすっごい喧嘩をして家から出て行ってしまったんですね、うちのおばあちゃんが。で私の居場所であるおばあちゃんがいなくなったら、生理になったよって言う人がいなくなってしまって、母には不信感があって、私に黙って勝手にばあちゃんを追い出したって私は思い込んでしまったので、すごく大人への不信感で、大人になんかならない、私は生理なんかなってないって思い込ませて、小学校5年生から高校1年生まで生理があると言わずにトイレットペーパーで生理を乗り越えてきたんですね。そしたらなんかその時にその話を聞いて、何でしょう、自分の母親とかその信頼関係、家族の中でこう勝手に頑張ってしまうっていうその鎖が見えたんですね。で気づいた人からその鎖を壊していけばいいんだって思った時に、みんなお父さんもお母さんもおばあちゃんもみんな家族同士の中で、私に優しくしてよ、なんで私が先に優しくしなきゃいけないのよって怒ってるんだなってことに気づいたんですね。はい、でそれに気づいて、じゃあ私からやろうって思ったのが、私にとっての千年の首輝きを取った最初のきっかけでした。なのでこの曲はとっても根源的な歌だなと思って、タラちゃんから今回のライブのテーマをつながりっていう風に聞いた時に、この曲はものすごく暗いような曲に聞こえるかもしれないけど、ものすごく明るい希望の光を見出せる最初のテーマとなる人のつながり、自分の根っこのつながりを取り戻す曲だなって思ったので、選ばせてもらいました。皆さんの皆さん全員なんていうの、何らかの使命があるんでこのようにやってくるんですけど、生まれた人全員、このように来た魂全員がやらなくてはならない使命っていうのが、祖先とか両親、祖父母から受け継いだその負の連鎖を切るために選ばれし勇者としてこのように来てるんですよね、全員がね。だからついつい何にもそこを無意識に受け入れてしまうと、オートマティックに
その彼らが失敗したことをまた繰り返す人生を自分もしてしまう。下手すればそれを子供に教えてしまうんですよ。意識できないと。だからやっぱりそれを意識して、親はこういう生き方をしたけど、私はそれはしたくないと思ったら、その代で、千年の首輝きを断ち切って、自分が生きたい人生、自分がなりたい自分になることができるんですね。だからそれをね、ぜひ意識してください。で、自分はその首輝き、千年の首輝きを断ち切るために、この世に使わされた最後の勇者だってことを気づくと、どん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 人生が好転していきますからね。絶対にできます。うん、はい、ということで、ちょっとゆっくりテンポでお願いいたします。はい。なりぬね罪深き肉を受け。汚れしを生きる己を蔑んで他をなじる卑屈なる我が身よ我が子を下げし騎士墓地妻を打ち破る夫し親さえもいたわれる家族よ千年の首輝つながれし獣たち取り違え愛しきものを縛る己が引き寄せた不幸さえ他人の咎となする比べ妬み憎恨に惑わされあう家畜たち支配所有独占にしがみつく慈悲を忘れし宗教千年の首輝きつながれし獣たち中島みかんというのが。
じゃあ次はみかん、自分で。はい、自分の。歌わせていただきます。はい、よ。はい、バトンタッチで。ああ、申し訳ない。では、よいしょ。ありがとうございます。あ、これだけ。いいのにいただいていいですか？これは切らなくていいですか？はい、ということでですね、ありがたいことにタラちゃんとは、2017年の、8月に、長野の合宿でご一緒させていただいて、その時はまだタラカフェをやっていない頃で、彼女は本当に自分でカフェをやると決めて実現していく姿をどんどん見せてくださった、とてもこう素敵な女性で、本当に旦那さんを亡くしたりとか、お母様を亡くしたりとかね、いろんなことを乗り越えて、でも本当にいろんな方に喜びを伝えて、こうしてアキラタを通じてアキラさんの歌を伝えたいと言って、アキラライブを毎年ね主催してくださる、とっても素敵な方で、で、そんなご縁でつながったタラちゃんの主催のライブで歌わせていただけるのが本当にありがとうございます。本当にこの場がねまずあるということが本当に嬉しいなと思います。で、2曲目なんですけど、2曲目はのれわけシンガーのもう一つの形としてオリジナルを歌うっていうところにきっと皆さん行くと思うので、皆さんもねのれわけシンガーにこれからなるかもしれないので、ぜひ自分の人生を歌う一人になるかもしれないという未来のもう一人の自分かもしれないと思って聞いてもらいたいんですけど、こんな風にこう お母さんにちょっとね圧力のあったちょっと私なので、感情をこう抑圧する癖があったんですね。ですけど自分のことを自分でこういじめるのをやめて、自分で自分に優しくして、誰よりも自分が自分の味方でいようっていうふうに決めた時に生まれた、ちょうどタラちゃんと会った頃に生まれた曲です。私が私に近寄ってという曲です。楽しく歌いますが、応援してください、よろしくお願いします。もう一人のね自分の中にいる自分に優しくしようと思って、皆さんも自分の中にいるちっちゃな子供の頃の泣いてる自分をこう優しくするつもりで聞いてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。私に近寄って置き去りのあなたを迎えに行くよ。ちゃんとしなくちゃ肩に力入れて間違わないように傷つかないように心どうかしても感じていいんだ。痛みも悲しみも宝物に変わる。鎧つけてすごいふりして見下して震える心を守ってきたんだ。仮面つけてすごい誰かになりたくてならなきゃ愛されないと思ってた。一人頑張っていたよね笑えるくらいに。いつもよくやってきたよねありがとう。私が私に近寄って置き去りのあなたを抱きしめるよ。私が私に近寄って強がりなあなたを抱きしめるよ。誰になんて思われてもいい。私が私の味方でいるから、いつもあなたの味方でいるから、どんなあなたも誇りに思うよ。どんな私も
しく思うよ。ありがとうございました。はい、ということで今日はとても素敵な商品さんたちが並んでいまして、でこの後ね、あきらさんからの敗北じゃんけんといって、まあ、商品とかもねプレゼントされたりするんですが、その前に物販の皆さんの商品の紹介をしていただこうと思うんですけど、タラちゃんに渡したらいいですか、最初にね。はい、じゃあちょっとマイクを、インさんそのマイクをタラさんに。はい、ではちょっとお願いします。